前回のあらすじ。宇宙世紀133年、かつてのバビロニア建国戦争から10年の後、人類の生息圏は6世紀にで広まり、そこに宇宙都市スペースコロニーを建造するまでに至っていました。クレスゴン、かつてバビロニア建国戦争においてその名を恐怖とともに人々の心に刻んだ戦闘集団、クレスゴン・バンガード。今はしてその名を掲げ戦いへと身を投じる海賊たち。そして今、10年という歳月を経て蘇ってその名は人類最速の地、木星に漂うくんです。海賊だ、宇宙海賊が出てきたぞ。はじめまして少年、私はこの船の艦長を務めるエラルンです。艦長、あなたは。今一度問います。ここで見た全てを忘れ、地球へ帰るか。我々と共に戦い、全てを知るかです。お願いします。僕をベラロナ艦長の下僕として雇ってください。おっと、つい心の声が。ま、そんなことより前回、みんな大好き機動戦士クロスボーンガンダム編がスタート。海賊らしい風貌や武装、ドクロマークが中二心をくすぐるガンダムですね。F91 以降、廃れていたクロスボーンバンガードもベラロナを筆頭に再始動。そして、すべてを知ることを選んだトビア君の運命はいかに。どうも、こんにちは。今回は機動戦士クロスボーンガンダムのステージ2を攻略していきたいと思います。では本編に入る前にまずはあらすじをどうぞ。木星帝国。地球より最も離れたこの世界において、人知れず、着々と地球圏の侵攻準備を進める危険な存在、宇宙海賊クロスボーン・バンガードはこの野望を阻止するべく活動を続けていました。しかし敵の戦力は日増しに増大し、これまでの敵基地一つ一つを潰すやり方にはすでに限界が来ていたのです。そしてついに例の作戦の決行を決意。それは木星帝国基地への侵入、総統ドゥガチの所在データの奪取。木星が地球圏侵攻を企てるのは総統ドゥガチ一人の野心であり、木星の人々の意思ではない。つまりドゥガチただ一人を撃てば木星帝国を壊滅へと導くこともできるのです。しかし、これまで破壊した敵基地からは何の手がかりもなく、いつも基地崩壊直前にデータを完全に破壊されていました。確実なのは、敵地に潜入し生きたコンピューターから情報を引き出してくること。そしてキンケドゥ・ナウと共に帝国へ侵入したトビア・アロナクスは総統ドゥガチの所在データの入手に成功。しかし敵地で出会った木星帝国の軍人から彼らの現実を知らされるのです。やめてください、バーズ隊。あなたとは戦えない、戦いたくない。小僧、まさかお前のような子供がクロスボーンのスパイだったとはな。度胸は気に入ったぜ。だが俺も帝国のパイロットだ。大尉、僕たちはあなた方木星の人と戦うつもりじゃないんだ。戦争を企んでいる総統ドゥガチを倒したいだけなんだ。なぜあなたのような人が独裁者の手足となって戦わなくちゃいけないんですか。独裁だと？なぜかだと？知った風な口を聞くな。独裁者など言おうがいまいが同じことだ。戦争がやりたくてやってるやつがどこにいる。戦いを仕掛けるにはそれなりの理由があるのだ。大義、わかるか小僧、ここには何もない。水も空気も地
球に自然にあるものは何もだ。常に地球を天に仰いでいたお前たちには想像もつくめ。俺たちがどれほど地球に焦がれてきたか。俺たちは空気ですら作らなきゃならないほど貧しいんだ。それが宇宙で生きるということだ。水の分量を定め、呼吸さえ切り詰めて、もうギリギリだ。もともとここにはそんなものはない。人類が住めもしねえ宇宙に広がり出した代償がこれだ。俺たちが豊かに暮らそうと思えば取ってくるしか、いや取り戻すしかないのだ。水を、空気を、緑を、人の生きる全てを持つ母なる大地、地球をだ。バーズ隊員、覚えておけ小僧。俺たち木星人は地球圏へ進出するしかない。どんなことをしても妥協する余地などねえ。木星人たちの現実、最先端の裏側にあった限界に苦しむ人々の訴え、悪い奴を倒す、その目的を信じ戦っていたトビアにとってバーンズの言葉は深く心に響いたのです。そしてクロスボーンもまた総統ドゥガチを撃つべく次なる作戦へと動き出します。キンケドゥとトビアの帝国基地への潜入により貴重なデータが入手できました。このデータの解析によってクラクス・ドゥガチの所在が確率 92% で判明したのです。おお、ついに敵本拠地の判明じゃ。ドゥガチの所在、それは木星の衛星イオ、その表面にある第8採掘基地が木星帝国の中枢であると結論します。イオ？なんだってわざわざ大気や重力のある出入りしづらいところに基地なんか構えたんじゃ。隠れ蓑には最適じゃないの。もはや私たちにためらう理由はありません。敵が対応できないほど迅速に行動し、マザーヴァンガード総員と持てる戦力のすべてをもって総統クラクス・ドゥガチを撃ちます。これよりマザーヴァンガードは物資補給後最終作戦を発令、目標進路を衛星イオへ取ります。イオの嵐。艦長、クロスボーンヴァンガード2番艦リトルグレイ接近します。予定時刻通りね。ベーラ艦長、今回もたっぷりと生きのいい弾薬を運んできたぜ。期待しているわ、オンモ艦長。弾薬4000、ミサイル800、エネルギーカートリッジ45、それにアンチビームコーティングマント10枚。どう、完璧だろう。確かに弾薬類は完璧だけど、モビルスーツ本体の呼吸はゼロ。ゾンドゲーの替えのパーツもないのかい。ムーちゃん言いなさんな。
ここ数年地球圏には大きな揉め事はないんだよ。ゾンドだって10年前の機体だ。もうこんなボロのパーツは手に入らないよ。そうは言ってもうちはガンダム以外ゾンドだけなんだぞ。まあつくづくすんげえ装備で戦ってんだねあんたら。でも代わりに企画品パーツをいっぱい持ってきたから、奪った木製のモビルスーツが使えるようになると思うよ。おお、わしゃ嫌だぞ、そんなもんに乗んの。まあ、なんとかしなくちゃ困るからな。どうしたの、トビア。いや、帝国基地で見てきたいろいろなことを考えちゃってさ。バーンズ大尉の言うこともわかる気がするなってさ。確かにここは人類の生命線とも言うべき地球から離れすぎているのかもしれない。地球か。私の母さん、地球で生まれた人だったの。え？地球の面白いお話をたくさん話して聞かせてくれたの。いろいろな鳥や虫、滝とか流氷とか、見たこともない不思議なことがいっぱい。だからいつか私も地球へ行ってみたい。それが私の夢なの。そうか。でも大丈夫だよ、きっと叶うよ。地球圏へ帰れればさ。ええ。トビア、すまないが補給物資の運搬を手伝ってくれないか。あ、はい、わかりました。しかし、クロスボーンってマザーヴァンガード以外にも船を持っていたんですね。当たり前だろ。戦争なんてものは実際に戦っている人の何倍もの物資が動いてなきゃできないのさ。ベラはよく動かしてくれているよ。僕、少し艦長のことを誤解してたみたいです。なんつうか、敵を殺さないやり方や悪者だけを倒すのは独善の美化じゃないかって、そんな風に思っていました。でも今は艦長の考えはよくわかります。木星の人たちに会って分かってきたんです。ベラが10年前独立に失敗した国の王女だったのは知っているだろう。はい。だが彼女はハイスクールまでは普通の少女として育った。もし彼女の祖父が貴族主義など唱えなければ、彼女は普通の人間として暮らしていただろう。だから一握りの人間の考えで多くの人命が失われる恐ろしさと醜さは誰よりも強く感じていたはずだ。だからこそ反貴族主義を唱えもしたし戦った。コスモ・バビロニア戦争が終結した時、彼女は本当に嬉しかったんだ。今でも忘れはしないよ。俺たちが木星帝国の存在に気づいた時、彼女は見て見ぬふりもできた。問題の解決は連邦に任せればよいと。自分たちには関係のないことだと。そうすれば帝国に命を狙われることもなく
たとえ連邦と木星で戦争が起きても、遠く離れたところで一人の平凡な女として生きることもできたはずだ。しかし、彼女はそれを選ばなかった。帝国の存在を知っていて、それと戦える者が、立ち向かえる力を集められる者が、今自分しかいないから。そのために、あえてクロスボーンの名を再び名乗ろうと。俺はそんなベラの力になると決めた。それが独善でも偽善でも俺には関係ない。たとえ自分のしていることで地獄に落ちようとも、俺は彼女を守り続ける。それだけだ。キンケドゥさん、まあベラも無理しているからな。分かってやってくれると嬉しい。あの、キンケドゥさんとベラ艦長は恋人同士なんですよね。教えてあげない。え？ああ？トビアにベルナデット、よろしいですか？二人に話があります。はい。何でしょう？二人とも地球へお戻りなさい。え、何ですって？今ならリトルグレイに乗って地球圏まで戻れます。ちょっと待ってくださいよ。今さら自分だけ抜けたりしたら、こっちのことが気になってしまいます。最後まで見届けさせてください。トビア、あなたは本当によくやってくれているわ。でも今度のことは私たちに任せて。たとえあなたがそれでよくても、これ以上危険な目には合わせられません。子供は家に帰らなくては。ご両親はきっと心配していますよ。トーマスおじさんとレイチェルおばさんでしたら心配はいらないと思います。確かに公平に見て、息子と僕を分け隔てもなく愛してくれていましたから、深く悲しみはするでしょうけど、でも大丈夫です。それに僕は子供じゃありませんよ、艦長。わかりました。ベルナデットは帰るわね。ええ。大丈夫。心配ない。連絡先は教えておいてよ。ではベルナデットをよろしく頼むわね、オンモ艦長。アイサー、任せてちょうだい。ベルナデット、きっと探して会いに行くよ。うん、トビアも気をつけて。よし、地球圏へ帰るよ。リトルグレー発進。補給作業終了。これよりマザーヴァンガードは衛星イオに向けて発進します。総員準備にかかれ。いよいよだな。これで全てが終わるんだ。艦長、見当たりません。うわ、
えらいこっちゃ。ベルナデット嬢ちゃんが消えてしまった。もう一度館内をチェックします。しかし、いないとしたらどこへ。こんな宇宙のど真ん中で他にどこへ行きようがあるってんだよ。もしかしたらこっちに移ったふりをして出発前にバザーヴァンガードへ戻ったに違いないよ。だけど一体なんでそんなことをしたんだ、ジョーちゃんは。クロスボーンヴァンガード本基地に向かっています。なんだと。移動コース直進です。本基地へ直進してきます。直進だと。総攻撃をかける気か。相当良いではないか。落としなさい、丁重にな。は、はい。全モビルスーツの出撃準備。防衛隊は基地周囲に展開。敵基地確認。周囲に戦艦を展開しています。わかりました。解析に間違いありませんでした。全乗組員に次ぐ。これより母艦マザーヴァンガードは敵本拠地に攻撃を開始。木星帝国を撃ちます。高熱源隊接近。ミサイル正面来ます。続けて敵モビルスーツ部隊接近。親衛隊用高機動タイプにスカイウインク確認。ミノフスキー粒子散布。ゾンドゲー発進。自動操縦で射出せよ。モビルスーツ隊全機発進。了解。敵をゾンドゲーに引きつけつつ続けてモビルスーツ隊を展開。さらばゾンドゲーよ。長い付き合いじゃったがパーツがねえんじゃしょうがねえ。見事おとり役を務めてくれよ。みんな準備はいいか。これより我ら7機は防衛網を突破し敵中枢に奇襲をかける。推定戦力比は未知数。一人当たり何機ぶったけりゃいいんだ。だがやらねばならん。ギリギリの作戦だ。失敗はクロスボーンヴァンガードの全滅を招くことになる。敵の目がマザーヴァンガードに集中してる間に敵防衛網を突破する。まずい、新手よ。地上用だ。そうか、地球侵攻用の機体か。キンケル、お前さんはトビアを連れて先行するんじゃ。ここはわしとザビーネたちで食い止めるわい。しかしまとまっていると全滅も早いわい。
それにわしらのエース2人がここでやられては困るんじゃ。ザビーネ、心配するな、任せろ。頼む。よし、トビアと俺が先行して敵本拠地へ突入をかける。トビア、ついてこられるな。はい、大丈夫です、やってみます。ここからは前回レベルアップした機体の開発や設計と編成の確認をしていきます。まずクシーガンダムをペイネロペイに開発。クシーとペイネロペイは行った来たになるだけなので、あとはお好みですね。最後に編成の確認。マスターはユーカジマとパーフェクトジオング。戦艦の搭載機は映像の通り、キャラではアナベルが島を編入。なぜかアニメでもちょこっとしか出てない連邦制服バージョンにも変更可能。機体の方はほぼ前回同様の構成、結構総力戦みたいなので気を引き締めてかかりましょう。まだステージ2なのですが、それではユニットを配置してスタートしていきましょう。また、見、さ、い、る、か、よ。ということで今回のステージは惑星色にある木星帝国基地に進行していきます。マップ上部を目指して敵を蹴散らしていきましょう。とは言っても実は敵キャラが出てこないステージなので、ひたすら一般兵との戦いとなります。なのでカットを多用していくぞ。この間合いなら逃がすものか。これならこれでも食らえ。そんな、やられたのか。よし、目標撃破、これならいけるか。敵の新しい量産機バゴンですが、武装はビームライフルと地ならし格闘とシンプル、他と比べて防御が高い特徴があります。特に気をつけるとこはないですね。せっかくなのでアナベルガ島のアニメ見ていきましょう。ちゃんと戦える施策に合気に乗せて、こういうのが見たかったんでしょ。知っていった者たちのためにも。この間合い、もらった。なんだ、威嚇のつもりか。この程度では落ちんか。ま、初陣ですからね、まだ本調子じゃないんでしょう。そしてさらに敵の新たな量産機エレバドになります。こちらは武装はビームライフル、クロー、サーベルとシンプルですが、機体性能が他より高く、攻防より機動が高い機体ですね。群れて機動を活かしてくるので少し厄介な敵です。我ら木星人は進化した人類なのだよ。無駄だ、逃げられんぞ。当たった。そんな、俺に任せろ。当たれ。こちら、これ以上好きにはさせない。これなら。しまった、
相当閣下からいただいた大切な機体を。私はこんなところでやられてなんていられないの。北方向の敵は要塞とともにだいぶ片付いてきました。ここでまとめてですが、ゲストの面々は攻撃するとセリフがあるので聞いていきましょう。このはやるしかないんだ、やるしか。なんとしてもここで敵を食い止めるんじゃ。ほらほら、邪魔しないでちょうだい。このまま一気に突破させてもらう。油断は禁物、確実に仕留めさせていただきますよ。ふん、この程度の敵。貴様らと遊んでいられるほど暇じゃない。どけ。北方向の敵は殲滅し、続いてマップ中央から上部の方へ。ここでは敵戦艦にカングリブが搭載されているので必ず捕獲していきましょう。あなたのこと絶対に許さない。援護に回るぞ。落ちろ。行け。落ちろ。我らが死をもって木星帝国に栄光を。ジーク・ジュピター。私はこんなところでやられてなんていられないの。該当の戦艦は落としたので敵機体を捕獲していきます。あの大きさだ。接近戦に持ち込むぞ。ここで倒さなければ敵基地には潜入できない。わかりました。ここで敵の増援モビルアーマーエレファンテが出現。ビットや強力なビーム攻撃をしてきます。キンケブーが言っていたように一気に接近して叩くのがベストみたいです。我ら木星人は貴様らの天敵なのだ。抵抗など無駄だ。逃しはしない。さすがにやるではないか。貴様らごときが我らにかなうものか。自分の火力ならエレファンテを一気に押し切れそうなのでサクッと撃破していきましょう。貴様らに邪魔をさせん。沈むがいい。行くぞ。これで終わりだ。一体何が。あ、
外に腕は立つようだが、相手が悪かったな。トビア、大丈夫か？はい、大丈夫です。なぜか敵は僕の機体には積極的に攻撃してこないんです。まあ相手の気持ちもわからなくはないが、よし、これより突入を開始する。いいな、トビア。はい。待て、金ケトル、どうもうまくいきすぎる。嫌な予感がするわい。ニュータイプの予知ってやつか。いや、長いこと戦場にいた兵士の勘じゃ。こういう時はそっちの方が当たるんじゃよ。ここは我らがガードする。気をつけて行ってこい。ありがとう、ウボン爺さん。トビア、行くぞ。はい。いいぞ、ベラ様にその気があろうがなかろうが、これでクロスボーン、貴族主義を名乗る者が木星帝国を倒した事実に違いない。それは必ずや今一度貴族主義者の人心を集める格好のきっかけになる。そうだ、私の目的はコスモバビロニアの復活だ。木星帝国討伐などそのための踏み石に過ぎん。そしていずれはベラロナ、あなた。海賊軍が基地内に侵入しました。総員警戒せよ、総統をお守りしろ。楽しみだな。動かないで、武器を捨てろ。もうおしまいだ、クラクスドガチ。今すぐ全軍の動きを停止し、地球侵攻の野望を捨てろ。どのみち地球侵攻を選択する余地はない。撤退か、さもなくは貴様の死をもってこの計画の幕は降りるのだ。なんだ、ドゥガチの余裕な表情は。さあ決断しろ、クラックス・ドゥガチ。貴様を撃つことだけには戸惑いはない。やった、やったのか。お見事、海賊の諸君。ドゥガチと同じ声、どこから。いかにも、私はクラックス・ドゥガチだ。
正確にはドゥーアジの一人ということだがね、私はすでに自分の人格を9つのバイオユニットに移し終えている。いわば9つ全てがクラックス・ドゥナチと同じ判断をし、同じことを考える本人であると言えるのだ。がっかりさせては申し訳ないのでね、教えてあげてもよいが、確かにほんの先ほどまで全軍に指令を出していたのはこの私なのだよ。貴様ら海賊軍の動きは確かに素早かった。こちらの予想をはるかに上回っていた。ここから私を脱出させるだけの時を与えてくれなかったよ。つまり貴様らは確かにクラックス・ドゥナチを追い込み打ち倒したというわけだ。ただし全部で10人存在するクラックス・ドゥナチのたった一人はね、すでに木星軍の主戦力は地球へ向けて出発をしたよ。何？ではドゥナチの一人を追い込んだ貴様らに、その働きに免じてこの基地と運命を共にする栄誉を授けよう。これより基地ごと貴様らを爆破する。あと3ターンでこの基地はイオの地表から消滅する。バカな、この基地にはまだお前たちの国民がいるんだぞ。それを道連れにする気か？それがどうした。木星帝国人の命はより良き人類の未来のためにあるのだよ。マザーヴァンガードへすぐ連絡を。ダメだ、マザーヴァンガードはすぐには動けない。じゃあどうすれば。基地の機関部を止める。これだけの基地を一度に爆破する方法はそう多くない。おそらく機関部を暴走させているんだ。そこを止めるしかない。でもあと3ターンしか。トビア、時間がない。機関部へ潜入し爆破を阻止する。ここより直進すれば基地中枢へとつながるはずだ。突入するぞ。はい。エレファンテを撃破してイベントが進行。ブガチを倒したと思ったらお決まりの自爆モードに移行。キンケブーカとビアが3ターン以内にマップの奥にたどり着かないといけません。たどり着けない場合はここまで来てもゲームオーバーなので、前に進みながら敵を撃破できるとこまで削ってチャンスステップを活用して一気に向かいます。やはり間違いない。ここを直進すれば基地中枢の機関部だ。あと2ターンしかない。急ぐぞトビア。はい。ジーク・ドゥガチ、ジーク・ジュピター、木星に逆らう者に裁きのイカズシを。これ以上邪魔をするな。この基地は爆発するんだぞ。貴様らの総統はお前たちを切り捨てた。このままでは貴様らも死ぬ。やめるんだ。我が命は木星の生死の一つに過ぎず、我が死をもって木星に栄光を、最もふさわしき者に緑の地を。
全てはドゥガチ総統のために捧げ、全てのより良き人類の未来のために。貴様ら、自分の命すら大事だと思えないから人の命を奪う。なぜ部下の命をすらたやすく切り捨てる男が人類の全てのことを考えられると思う。死を強いる指導者のどこに真実がある。寝言を言うな。このターンは手前のバゴンの削り作業をしておきます。撃破できそうなとこまで持っていければ次のターンで飛び矢攻撃、金ケブ移動、攻撃して撃破チャンスステップでさらに移動で到着できると思います。キンケドゥさん、あと1ターンしかありませんよ。まだだ、まだ諦めるわけには。トビアで攻撃する必要もなさそうなことだったので、キンケドゥで攻撃して撃破しましょう。キンケドゥさん、もう時間がありません。間に合わない、時間が足りない。あと1ターンあればあと一息なんだ。俺に時間を。無駄だ、無駄なのだよ。基地と共に消え去るがよい。どうしたんだ。パスワード入力、爆破指令解除。ベルナデット、パスワードを知っている。テニス、お前、お父様、嘘をつきましたね、お父様。あなたは地球の人々は残酷で野蛮だから滅ぼさなくてはいけないって私に間違いを教えて。どこにも、地球から来た人、海賊の人にも、あなたの言うような悪い人はいなかったのに。ベルナデット、そんな、君のはずは。いいえ、本当です、ベルナデット・ブリエット。でもそれは嘘の名前。本当の名前はテテニス、テテニス・ドゥガチ、総統クラクス・ドゥガチの、あなた方の敵の娘です。そんな、なんだって。いやー、衝撃でしたね。面食らいました。イベントが終わっても外の戦闘が終わらないとステージクリアにならないので、全ての敵を撃破しました。これにてステージクリアになります。ハロランクはシルバー、ステージ2なのに4万ポイントは多すぎー。スカウトが溜まって
生モンサモンを獲得。ネタとしては使いたいですが、覚醒持ち。あ。それでは最後に今回捕獲した個体を確保していきましょう。今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。